そっか。お前にド M だよ。おなみド S でいいよ。あ、ようやく認めた？ついに。公式ってことでいいか？だからそんな感じで言ってたの。なんかさ、ラミーさ、すごいなんか、たまにオマリンがさ、ラミーのこと S みたいなこと言うじゃない。いや、S だよ、お前は。え、多分ね、それ納得いかなくて。ああ、自覚なかったんだ。え、そうそう。え、何いや、がおど前こはが。S だよ。え、それはオマリンに対してじゃなくて。違うよ、お前は S だよ。え、ら、だ、ねねだって S じゃん。え、ねねちゃんはだって、M だもの。え、なんだかんだ、誰にでも、そういう S になれるぞ、お前は。本気出せば全然シシローとかもコロッといけるかな？シシローは、S だよ。いあ、や、わあいかんつないは、けど。わかんない。あいつはわかんないけど。なんか、N シなシ可ローは能どっ性ちももある。なんかちょっと可能性を感じる感じはするけれそうど。だね。でも、M であってほしい。でもそしたらバランスがおかしくなる。5期生と。そうだね。ラミー一強になってしまう。負けない。あ、そネネを S にれ育てるから。は、無理だ、もう、やっぱダメだ。それで、終えるネかネらは S にな。なれない。え、あでいつもさ、は、オマレを優しい S でもあるよね。このネネちゃんに対して。まあ、私はバランサー寄りのド M だから大丈夫。バドラ S にもンサードより M ドにも M っなてれドる M かじら。ゃん。ね、気持 ちバはランバランサーってサーだから何？大丈夫。気持ちはバランサーなの。あ、気持ちはバランサーの気持ド M ちはなバの？ランサーなの。そう。あ、なるほどね。ねねちゃんはド M のド M じゃない。あ、もうド M 中のド M。もうすごい。M の、もう極ぶり。すごいとこにいる。グラフの。なんかさ、ちょっとこいの、ない、なんなら。S になろうとしても、全くの M っていうところが、そう、ねねちゃんは、もうね、あいつだってもう殴ってくださいって顔に書いてあるもん。書いてあるの？あれはもう殴らないと失礼に値するんだよ、ネネは。逆に。まあでもね、わかる。ネネそう、ねはねちゃん殴はね、らないと失礼なんだよ。そう、いじって輝くから、ねねちゃんそうは。なんだよ。ちゃそんと嫌なことがあったら本人は絶対言ってくるから。ごめんう。なさい、あそうれだは本ね。当は嫌です言う。って言ってくるから。何それまで気には多分そう。もう、殴らないと。なんかラミーもそんなこと配信で言ってたよね。言なんか、ネネは殴らないと失礼って書いてそう。言ったよく知ってる。そう。ねあねちゃんはれ、ね、そう、多そう分なごん期だよ生のね。中で一番ね、嫌なことは嫌だっていうタイプだと思う。そう。嫌だった時は嫌だっていう。ちょっとさ、今度さ、ドッキリ仕掛けてさ、え？ねねちゃんに？ネネをいじらないっていうドッキリ仕掛けない？なんでねねちゃん絶対困惑するそれ。いついいよ。気づみくんか。ながすごい優しくするっていう回。そう。もう、ネネをずっと褒めて、何しても、もう、ボケても突っ込まずになんかもう、え、すごいネネ、やばい、何それみたいな。で、調子乗っても、みたいな感じで、もうずっと、ってしてるの。え、ねえちゃん泣くよ、それ最後。大丈夫？ こんなに幸せなドッキリなのに泣くことあるかな？え、なんか多いや、分、わかんない。だって、ネネ逆がやっぱみんなさ、え、あんなにネネいじめたらみんなちょっとやばいんじゃない？みたいな子もいるかもしれないから、やっぱりちょっと一旦ね、ネネを優しくして、ちょっと今までの好感度調整して。いいよ、なんかじゃあ、5期生コラボ次にしたときには、3 裏人ででちょっね。と話を合ちょ、わせ3人て、でね。そう、3人で、ねねちゃんを褒めたたえるっていう回にしようか。真面目に褒めるんで、ちゃんと、半笑いで、私、シシローがあいつ、ゲームしそうだな。いや、そんなことしないよ。ちゃんと褒めるよ。なんか、あいつ、なんか、ニヤニヤ笑いな、ねねちゃんすごいよね、みたいなこと言そんなことそれで、お前るんじゃん。う。私は演技派だから、ちゃんとやりあ、まじゃあ、す。シシロンか。え、ラ任ミーせなは多さい。分大丈夫って全然普通に褒めるよ。じゃあ、ちゃんと練習しよね、いいよいいよ。あ、練習すんの？う。練習も必要だよ、それは。練習枠取るか。え、いい、練習枠取るの？ え、それ、ねねちゃんいないときに？誰かになんか犠牲になってもらおう。誰か誰にか、犠なん牲になっか、てもらうの？誰かにちょっとなんか、誰かを見立ててねねに。あ、いいよいいよ。そう。でも明らかな忖度ではない。ちゃんとゲームはしつつ、そうね。ねねが、失敗しても、大丈夫だよね。全然、もうほんとねね、頑張ってるよね。いつもさ、この前もさーって言って声広げて、ねねが成功したらめっちゃ喜ぶ。真剣に。なんかさ、なんだろう、聞いてたらなんか辛くなってきたな。なんでだろなんで？どうした？
なんだよ。逆になんかねね。新しいタイプのねね逆って言われてる。そう、なんか、ね、新しいタイプのねね逆すぎて、逆にねねちゃんがかわいそうになってきちゃったんだけど。じゃあ、やめとくか。難しいな。オマルンとかが適度にうまーくいじることで、うん、やっぱこう、うん、いいんだと思う。わかった。そう、あの、新しいタイプのねね逆すぎて。ちょっと。なんかうちらの方が傷多いそう。そう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 。みんなでね、見てる側と。そう。優しくしてんのに傷を負うみたいな、そんな感じになりそう。なんでそんなことになってしまうんだね。めっちゃ面白いね、あいつ。あいつめっちゃ面白いじゃん。いや、ねねちゃんはね、あの、4人のバランサーだから。ムードメーカーであり、バランサーであり、あいつ天才だよ。ほんと、ムードメーカーだから。いや、ほんと天才だよ。あいつは、天才。うん。